全部自分です。一人一人が幸せになることが目的だっていうね。自分が幸せになることが目的だっていう人生の。どうも俺納得できないんですよ。なんで納得できないかと。それどうも自分が生きる目的は自分が幸せになることだと思う。普段幸せだななんて思ったことないんだよ僕は。そんなことを目的に生きてるのかなととても思えないで。金を稼ぎたいとかそういうのは全部論外。有名になりたいっても論外。そんなクソくらいで。そういうことじゃない。例えば僕らの社会は無理をするな、ストレスを過剰にするな、こう穏やかに家庭的に円満に生きろっていうふうなことがほとんど言われてますよね。だけど無理しなきゃダメなんですよね。無理して自分の持っている能力が普段よりも 120% 発揮できるような瞬間を持たないと、やはりその大した仕事できないんです。やっぱりね、自分で肩こりとどうやって戦うかって努力もしないとダメですから、この先生にかかれば楽になるようじゃなくて、ちゃんと自分で歩くとか体操するとかね、そういうあげもやったあげくね、どうにもなんないとこまで仕事やって、そのあげく針打ったりそのマッサージかかったりするのいいけど、安直に先輩の真似してね、まだ何もなしてないのにすぐマッサージかかるなってこう僕は思ってるんです。もっと苦しめってこう自分の才能をどういうふうに見極めるかっていうことも非常に告白なことですけども、自分が好きか嫌いかっていうこと以外にね、自分がそれをできるのかできないのか、それは自分の才能を見極めるっていうのは一番恐ろしいことですから、辛い時もあるし、それからこうまあ買いかぶるっていうのも同じようなことですね。でやたらにこう根拠のない自信を持つ瞬間もあるだろうし、その間に揺れ動きながら、あの限定された中で、全部じゃないけどこの範囲で、僕らはよく古い入れ物に新しい酒を積むって言ってましたけど、そういうところに自分の大事なアイデアでも何でも積み込んでね、でそのあいつ結構やるなってなことになれば、その次の発言力がつくんですよ。人間って生まれた途端に問題が起こるんですよ、それで無限の可能性を持って子供が生まれてくんだけど、その可能性を次々と諦めていくことなんですよ。何かを選ぶってことは他のことで諦めることにつながるから、結局そうなんです。僕らの1年間なんかただもうスケジュールに追いまくられて、えいと思いながら眠いとか肩が凝ったとか言ってるうちに終わっちゃうわけですから、もう子供たちにこの映画は来年までかかるんだというふうに、ってみんな言うんですよね。そんな長い間同じことやってるのかって。その子たちの、その一日の長さと、この僕らの一年間のその短さはね、まあ当然のことなんですけど、だから僕ら大人っていうのは、本当につまんないことに子供たちの時間を奪ってるっていうか、大人になるための投資の期間として子供時代があるって考え方だけは捨てた方がいいと思うんですよね。だから取り返しがつかないって言い方もね。それで脅かし続けるわけでしょ。取り返しがつかなくなる。勉強しろって。勉強したって無駄だってのを自分で証明してるのに。頑張るのは当たり前なんだよ。頑張ってるんだよ。そんなもん頑張んなって話になるでしょ。で眠れぬ夜を送るのよ。それも当たり前で。その時に励ましとか慰めなんて何の役にもつかないことが分かる。全部自分です。自分が自分で許せるか、その時に自分が簡単に許せる人と簡単に許せない人物がいて、それによっていろいろな運命が分かれてるんですよ。自分ですぐ自分を許せる人間は大した仕事やらない。プレッシャーがあるからダメなんではなくて、プレッシャーがあるからいい仕事するんですよ。ストレスがなきゃ仕事なんかできないんですよ。考えるしかないんです。本当に考えると、鼻の奥が血の匂いがしてきます。これは僕の勝手な考えですが、人間の脳みその表面の部分でものを考えている。でその下に無意識っていう層がありますけど、そのさらに下にももう少し暗い部分があると思ってます。
ところが無意識っていうのは簡単に出てきてくれないんですよ。うんと困って表面が疲れ果てると中からプッと出てくるんですよ。考えるしかないんです。